ドスケベな皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは日本の女優、タレントやグラビアアイドルとして大活躍しているセクシーな寺本理央さんです。2001年11月5日生まれ激アツの22歳、広島県広島市出身。血液型は O 型、身長152センチ、3サイズは上から88、60、88の G カップです。こんなの変態兄貴たちは我慢できませんよね。可愛らしいルックスとあでやかな表情に男性諸君は思わずあそこがうずいて仕方がないでしょう。そんな彼女ですが、幼児期にキッズモデルを経験して以来、この仕事を続けるしかないと思い続けていたことがあり、本格的な芸能界入りのきっかけは中学生の時、舞台に出演した友人に周りの目が一気に行ったことから、負けていられないと思ったことからだったと語っています。2018年に7年ぶりに復活したミスマガジン2018にエントリーします。同年7月準グランプリに相当するミスヤングマガジンを受賞し、ヤンマガ時代の宝というキャッチコピーが与えられる快挙を達成します。広島県出身者がミスヤングマガジンに選ばれたのは史上初のことであったようです。また、受賞者をはじめとしたファイナリスト9名で劇団ミスマガジンを結成します。長かった髪を役に合わせてバッサリとカットし、舞台そうなんですか演劇版に出演し、徐々に知名度を広げていきます。そして彼女の転機は SNS で投稿したプライベートの水着写真が国内外から注目を集めたことや、過去にモデルを務めた駿台のパンフレットと水着姿のギャップが話題になったことから、フォロワー数が飛躍的に増加するなど大きな反響を呼びました。ちなみに趣味は野球観戦で、プロ野球は地元の広島東洋カープファンです。特に菊池涼介のファンであると明言しています。ワンチャン菊池選手なら抱けるんじゃねって思いました。さらに特技はダンスやピアノ、英語となかなかのお嬢様っぷりを感じる特技を持っています。ちなみにダンスは小3の頃からで、ピアノは5歳からやっているようなので、かなりの腕前かと思われます。さらに衝撃な事実なんですが、体型維持の秘訣は週に15杯食べているラーメンです。計算すると日当たり2杯食べている計算です。食いすぎでは、おいおいあいつ死んだわ。即席麺も好きだが、基本は店舗まで食べに行くのが好きなようですね。カロリーが気になるところだが、好きなものを罪悪感じなくストレスフリーな状況を作ることが秘訣と述べており、ラーメンを制限して長生きするより、ラーメンを食べて倒れる人生を選ぶとまで発言している。なかなかのストロングスタイル。ちなみに彼女は上京するきっかけはモテたいからと語っており、広島ではモテまくっていたのですが、もっとモテたいと思い上京したが、なかなかモテない時期を過ごしていたそうです。彼女の言うモテるとは、いろんな人にチヤホヤされたいと思っていたようなので、裏ではみんなルックスや胸に釘刺しでサイレントチヤホヤしてたと思いますがね。そんな彼女ですが、おかずにされていて喜んでいるド M な一面があります。寺本理央さんは学生時代のエピソードについてシュープレニュースにて語っていました。中学の体育の授業で男子がこそこそ何か言ってたんですよ。その子を呼んで、何を話してたのって聞いたんです。そうしたら、私の胸が大きいんじゃないかって話してたらしくて、そこで私の胸は大きいんだって初めて気づいて、これは使えるなと語っていました。寺本理央さんは16歳の時にはバストが 88cm もあり、中学時代でも胸は大きかったのでしょうね。ひそひそと話している当たり同級生の男子は、 G 行為のおかずにしていたに違いありません。それを知った上で嫌がらずエピソードトークとして話しているあたり、寺本理央さんもまんざらでもないのでしょうね。ひそひそと噂されるのは嫌じゃなかったか聞かれると、寺本理央さんはこう答えています。全く嫌じゃなかったし、むしろ自信になりました。当時こそこそ言ってた友達も、今は私が出ている雑誌を買ってくれてます。トモエスなのか M なのか分かりませんね。もっと紹介したいエピソードはあるんですけど、これ以上は過激すぎるので、この動画が評判ならパートにもあげようかなと思っています。もう編集しているのが楽しくてしょうがなかったです。この動画には個人的な意見が含まれております。すみませんでした。今ではすっかり有名になった彼女ですが、今後どうなるか目が離せませんね。どう転んでも我々ファンは温かい目で見守っていきたいですね。概要欄に彼女の SNS リンクを載せているので、可愛い、興味湧いた、
って人はいいねとフォローぜひお願いします。まだ推しが見つかってないよって人は過去の動画も見た方がいいですね。チャンネル登録高評価していただくと動画作りのモチベが上がりますのでぜひお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。Thank you.